アレクサンドル・ニコライヴィチ・ラザレフは、ロシア出身の指揮者。レニングラード・フィルハーモニー交響楽団、フィルハーモニア還元楽団、ロンドン・フィルハーモニー還元楽団、ベルリン・フィルハーモニー還元楽団、ミュンヘンフ・ンヘンフィルハーモニー還元楽団、バイエルン放送交響楽団、フランス国立還元楽団、ロイヤル・コンセルトヘボー還元楽団、ミラノ・スカラザ還元楽団、 オスルフィルハーモニー還元楽団、スウェーデン放送交響楽団、クリーブランド還元楽団、モントリオール交響楽団をはじめとする数多くのオーケストラを指揮しているほか、ベルニー王立劇場、リヨン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場などのオペラハウスにも客演している。日本では NHK 交響楽団、読売日本交響楽団そして、 日本フィルハーモニー交響楽団に客演し、読売日本交響楽団とは、来日時に数度録音を行っている。上記の通り、2008年9月より、日本フィルハーモニー交響楽団主席指揮者に就任し、プロコフィエフの全交響曲連続演奏会に取り組み、2012年10月の交響曲第6番にて完了した。2010年12月、 日本フィルトの契約期間を2016年シーズンまで延長することに合意し、2011年から2013年までの2シーズンでラフマニノフの使用還元楽、作品連続演奏会に取り組むことが決定した。2009年10月4日、モスクワ音楽院においてボリショイ劇場還元楽団を指揮して同劇場に復帰。 常任指揮者として継続的な関係を持つことになった。指揮者陣、日本フィルハーモニー交響楽団、2018年9月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年9月2日閲覧、日本フィル、東京定期会員への案内ハガキから、ありがとうございます。